皆さんこんにちは。オペラマガジンへようこそ。声楽家の桜井渡です。本日はオペラ座の怪人の動画以来となるオペラ歌手が語るミュージカルの名曲レ・ミゼラブルを取り上げようと思います。怪人の動画を撮った時からいつか必ずレ・ミゼラブルも語って動画にしようと思っていたんですが、つい先日ですね、2021年帝劇公演見に行ってきまして、やっぱり久しぶりにレ・ミゼを帝劇で見て、やっぱこの作品いいなと、この情熱のまま今回は語っていこうかなと思います。そして今回はですね、レ・ミゼラブルは本当に語るべき内容が多い動画なんですけれども、本日特に取り上げたいナンバーがございます。それはエポニーヌのソロナンバーオンマイオウンです。このオンマイオウン、レ・ミゼラブルのナンバーの中で人気投票をしたら必ずベスト3に入るようなミュージカル史に残る、まあ、名ナンバーなわけですけれども、実はよく考えてみると結構不思議なことが多い曲なんですね。で、その不思議なことというものに着目して音楽を読み解いていくとですね、実はいろんなドラマ背景が見えてきて、このナンバーを歌うエポニーヌというキャラクターだけでなく、またこのナンバーの内容そのもの以外にもですね、いろんなところにつながるドラマのヒントみたいなのが見えてきて、ちょっとそれをつなげていくとなかなか面白そうなドラマが見えてきたので、皆さんにお伝えして共有できればなと思っています。それでは早速やっていきましょう。さて、先ほどオンマイオウン、実はよく考えると少し不思議な点があるナンバーだということをお伝えしました。そもそもレ・ミゼラブルという、まあ、ミュージカル自体の構造の問題もあるので、ちょっと気がつきにくい部分なんですけど、よくよく考えるとちょっと不思議だな、おかしいなっていう点がいくつかございまして、まず大前提にですね、実は隠れた副題があるというのをご存知でしょうか。そのタイトルとはオンマイオウン、ファンティーヌの死、リプライズという実は副題がついてるんですね。といってもこれは僕がつけた副題なんですけれども、構造的にファンティーヌの死、リプライズっていう曲であるっていうことですね。こちら2021年公演のプログラムなんですけれども、このプログラムの音楽のコラムの中に繰り返されるメロディーという項目があります。レ・ミゼラブルは一度出てきたメロディーが後の様々なシーンに転用されてドラマを彩っているということがこちらのコラムに書かれています。このように今日お話しするオンマイオウン以外にもたくさんのメロディーというのが何度も登場してお話を作っていくタイプのミュージカルなんですね。なのであまり気にならないんですけれども、このオンマイオウンというエポニーヌのソロナンバーは1幕のファンティーヌの死という場面のリプライズです。で、ところがですね、まずそもそもですね、ソロナンバーにリプライズって普通使わないんですよ。ソロナンバーっていうのはですね、そのキャラクターにとって本当にテーマソングであったり、そのキャラクターの人間性、内面性っていうのを本当に深く掘り下げる、まあ一番重要な曲なわけです。それなのに、ファンティーヌの死というエポニーヌにとってドラマ的にも人間関係性的にも、まあ、遠いキャラクターの場面であるファンティーヌの死という曲のメロディーをなんでエポニーヌがソロナンバーとして歌うのかっていうのが実は一つ疑問なんですね。で、他にも例えばこのオンマイオウン以外にもソロナンバーがリプライズであるパターンってこのミュージカルには結構あるんですよ。まあ一番代表的なのがこのプログラムのコラムにも出てくるんですけれども、プロローグの中のジャンバルジャンの独白とジャベールの自殺のナンバーですね。このジャベールの自殺は完全にジャンバルジャンの独白のリプライズになっています。他にはジャンバルジャンを救ってくれた司教様のフレーズと2幕マリウスが歌うソロナンバーカフェソングも司教様のメロディーのリプライズです。なんで他にも例があるから別にこのオンマイオウンに限った話ではないというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は今言った2つとこのオンマイオウンの例っていうのは結構違うと思うんですね。まずジャンバルジャンとジャベールに関してですけれども、ジャベールってソロナンバー自殺だけじゃないんですよ。もちろんジャベールのナンバーといったらスターズですね。ですので先ほどリプライズであるといったジャベールの自殺も一番最後にオケでスターズのメロディーが鳴って、ジャンバルジャンの独白のラストとは違う展開をしますね。ジャベールにはちゃんとスターズという彼自身のメロディーを歌うソロナンバーっていうのが与えられているんです。次にマリウスのカフェソング、司教様のリプライズです。
ですがマリウスのカフェソングは聴けば皆さんすぐに分かることなんですが、途中から司教様のメロディーというのを離れて彼のためだけのメロディーフレーズっていうのが生まれてくるんですね。当然です、違う人間ですからそれぞれの葛藤、心の動きを描写していった時に同じなわけないんです。ですからマリウスはちゃんと自分自身の悩みを新しいメロディーとしてカフェソングの中で歌うんですね。かたやこのオンマヨン、先ほどから言っているリプライズ元であるファンティーヌの詩と比べて実は違うフレーズってのはたった1フレーズしかないんですね。本当にちょっとだけ違うっていうフレーズが後半にちょっとだけ出てくるんですけど、ほぼファンティーヌの詩の完全なリプライズなんですね。たった1曲しかないそのキャラクターのソロナンバーで、先ほども申したように全然関係のない、ゆかりのないキャラクターのナンバーをリプライズで歌わされるっていうのはよほど意図的な何かがないとありえないんですよ。そして次の疑問点が、このオンマヨーンというナンバーの内容というのを紹介されるときに、エポニーヌという少女の、マリウスへの片思いの辛さ、切なさ、苦しさっていうのを、歌ったナンバーっていうふうにざっくり紹介されることが多いんですけど、もちろんその通りで間違ってないんですけれども、疑問に思いたいのはですね、歌うタイミングなんですね。でこの場合僕が言っている歌うタイミングというのは特に舞台版のお話です。このオンマイオーンをエポニーヌが劇中で歌うタイミングというのは2幕、もういよいよバリケードでの革命が始まるという時にマリウスがエポニーヌに恋人コゼットに手紙を届けてくれとエポニーヌに頼み、エポニーヌがコゼットの家に手紙を届けに行き、そしてジャンバルジャンに出会い、さらにジャンバルジャンがその手紙を読み、手紙を渡しに行った帰り道で歌うのがこのオンマイオーンなんですね。これね結構変なタイミングなんですよ。これはオペラでもミュージカルでも、ほぼ共通のルールだと思っていただいて構わないんですが、基本的にその歌を歌う理由というのは直前もしくは直後にあるんですね。失恋の歌、恋心の歌だというふうに単純に理解すると、まずエポニーヌが失恋をしたタイミング、ここなのかっていう話なんですよ。違いますよね。例えば映画版のオンマイオーンのタイミングっていうのはまさしくハートフルオブラブの直後に歌い出すんです。これならわかりますよね。でも舞台版はそこじゃ歌わないんですよ。これ100歩譲ってお使いの生きに歌うんだったらまだわかるんですよ。というのはそのお使いの頼まれるくだりで、エポニーヌとマリウスの会話の中でマリウスがこの砦は危険で危ない、だから出てくんだっていうことをエポニーヌに告げるときに、エポニーヌが心配してくれた好きなの私をっていう風に歌うんですよ。そうするとマリウスがもうなんか全然すれ違ってコセットに手紙を渡してほしいんだっていう風に言われてしまって、エポニーヌが分かってくれないっていう風に歌うくだりがあるんですよ。なんでその直後に歌うんだったらまだ分かるんですよ。あ、決定打だったんだねって、今のすれ違い見て本当に本当に本当にはっきりと分かっちゃったんだねっていう、だったら分かるんです。でもやっぱりここでもないんですよね。ちょっとこう聞くとタイミング的に不思議だなって思いません？そしてこのオンマイオーンで歌詞上で歌っているような、彼が自分を振り向いてくれないっていうような内容の歌って、実はエポニーヌは1幕の段階で散々歌ってるんですよ。まず一番最初にマリウスがコゼットに一目惚れをして、エポニーヌにコゼットの居場所を探ってくれと頼むシーンです。エポニーヌは自重するように歌いますね。こんなもんよ私の恋、笑っちゃうあれ本当。まずここで一回エポニーヌに1ダメージ入ります。ちゃんと歌ってます。そしてコゼットとマリウスが心を通わせるハートフルオブラブという美しい愛の重唱の中で、エポニーヌは夢なら消えたとマリウスとコゼットに混じって自分の恋が本当に終わってしまったっていうことを歌ってるんですね。何より一幕フィナーレであるワンデイモアの中でもエポニーヌは今日も一人よ振り向きもしない惨めな私、目もくれないわっていう風に散々歌ってるんですよ。
だとするとですよ、さっきも言った通りソロナンバーっていうのはそのキャラクターの人間性や内面性、心の葛藤とかそういうものをものすごく表現するチャンスなんですよ。一番重要な曲と言っても過言ではないです。そうなった時に同じ内容を繰り返すってちょっと変じゃないですか。もうその情報はお客さんに渡ってるじゃないですか。どれだけエポニーヌがマリウスのことを好きで、そして彼がエポニーヌに振り向かないってことで彼女がどれだけ傷ついているかっていうのは一幕の段階で十分お客さんに伝わってるんですよ。なんでわざわざもう一度ソロナンバーでその内容を伝えなきゃいけないんですか。絶対に作曲家や作詞家、制作人たちはこのナンバーを通してエポニーヌのことをもっと知ってもらいたい、もっと好きになってもらいたい、もっと愛してもらいたいって絶対思ってるはずです。だとするとお客さんにとって情報が増えないっていうのはやっぱり非常にもったいないし、何か今言ったものにプラスアルファがされてるっていう風に読み込むべきものなんですね。まあ大きく言うとこの2つの疑問なんですけれども、なぜエポニーヌはファンティーヌの詩のリプライズをソロナンバーで歌うのか、そしてなぜこのタイミングでこの内容の歌を歌うのか。当然ながらこれらの疑問を解決するヒントというのは全て音楽にあるんですね。そしてこのレミゼラブルに代表されるような特定のメロディーやフレーズというものが何度も繰り返されてドラマ音になっていく、こういうやり方、手法のことをですね、オペラでは最もそれを体系立てて多用した作曲家ワーグナーに習ってですね、ライトモティーフというような言い方をしたりします。このライトモティーフ的な考え方っていうのは必ずそのメロディフレーズが繰り返し出てきた時っていうのはその前にそのフレーズが出てきた時、もしくはそのフレーズが象徴しているドラマっていうのを必ず引きずってるんですね。つまり単純に何か歌わせなきゃいけない、何かこことこの曲とこの曲の間、このフレーズとこのフレーズの間を何か繋がなきゃいけない、そうだ前使ったあのメロディーだったら都合がいいからここにはめ込もうというふうには絶対に作られないということなんですね。必ず前にその音楽が出てきた時の状況やドラマっていうのが伏線として入り込んでるっていう作り方なんです。なので逆説的に今日はオンマイオウンの話をすると言いましたが、当然ながらリプライズ元であるファンティーヌの詩、そしてエピローグにもオンマイオウン出てきますね。この3つはセットで考えていかなきゃいけないということなんです。オンマイオウンっていうあの曲のあの部分だけをいくら読み込んで考察しても意味がないんですね。話の本筋に行く前に結構前提として話さなくちゃいけないことが多いんで、もうちょっと続くんですけれども、もう少し我慢して聞いてください。このレミゼラブルという作品には我々が今知っているウエストエンドで初演されたバージョンとは別にですね、プロトタイプとなるバージョンというのが初演の数年前にフランス語にて作曲されました。今でもオリジナルフレンチコンセプトアルバムとして普通に手に入りますし聴けるものです。結構大胆に今と違うんですよ。その中でこのオンマイオウンっていう曲はどういう立ち位置だったのか。まずですね、この曲ファンティーヌの曲なんですよ。そしてタイトルをちょっとフランス語の発音にちょっと自信がないんですけれども、レア・ドゥ・ザ・ミゼル、英語で言うとエア・オブ・ザ・ミザリー、英語で言うエア、まあ、フランス語のレア、この英語で言うエアの部分ですね、これはいわゆる空気というよりもアリアという意味ですね。でミザリー、ミゼラブルのミゼール、フランス語だとミゼールですね、と同じ、惨め、日本語で言うアー無常とするならば無常ですね。なんで悲劇の歌、無常の歌とでも訳すべき、まさしくレ・ミゼラブルのタイトルを表す歌なんですね。このレ・ミゼラブルというミュージカルの実はメインテーマなんですよ。今我々が知るウエストエンドのバージョンだとどちらかっていうと民衆の歌とか、まああとは夢破れての方がちょっとセンター張ってるなっていう感じがする方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、最初のオリジナルコンセプトアルバムバージョンでは完全に無常の歌、このオンマイオウンのメロディーっていうのが実はメインテーマのメロディーなんですね。なんで歌詞もラミゼっていう風にまさしくもうレミゼラブルの歌をファンティーヌが歌うっていうバージョンなんですね。で歌う場所は今でいう夢破れての位置にあって、ファンティーヌが工場でのトラブルがあって追い出された後歌います。そして夢破れてはラブリーレイディーの曲間で歌う
感じになってるんですね。港での娼婦たちがあんたの身の上を聞かせておくれよっていう流れがあって夢破れてを歌い出す構図になってるんですね。次にこのオリジナルフレンチ版でエアーオブゼミザリー無情の歌、このメロディーが出てくるのはファンティーヌが逮捕されるくだりですね。ジャベールに裁かれているファンティーヌをジャンバルジャンが救い出すシーンでこのメロディーが流れます。現行版でも実は最後の方にその名残がちょっと残っていて、神の皆において助けよこの使命やり遂げよというところに、ちょっと名残が残ってますね。そして次にこの曲が出てくるのは10年後、今ではベガーズと呼ばれている、まあ、エポニール、大人エポニールたちが初めて出てくる曲ですね。あの曲の後にマリウスとエポニールでデュエットするっていうくだりがあるんですよ。なのでエポニールがオンマイオンを歌う下地っていうのはまずここにあるんですね。オリジナルフレンチ版でマリウスとこの曲をデュエットしていたと。そしてエピローグ、ジャンバルジャンが歌います。ただしですね、ここは現行のエピローグとは大きく違っていて、まずファンティーヌ迎えに来ません。当然エポニーヌも迎えに来ません。そしてなんと一番最後に民衆の歌のリプライズ流れないんですよ。なのでやっぱりオリジナルフレンチ版のメインテーマっていうのは民衆の歌ではない。逆に言えばウエストエンドに持っていくときに大きく作り変えることになったわけです。そしてですね、なんとエポニーヌオンマイオン以外にソロナンバーあるんですよ。しかもですね、ちゃんとエポニーヌのためだけの他に誰も歌ってないメロディーで、エポニーヌっていうのはソロナンバーがあるんですね。後半は大きく展開が変わってくるんですけれども、恵みの雨を元にしたちゃんとソロナンバーっていうのがあるんですよ。こうなってくるとさっき言ったなんでたった1曲しかないソロナンバーなのにリプライズを歌うんだっていうのが俄然不思議に思えてきませんか。なぜエポニーヌは自分のソロナンバーをある意味奪われて、ファンティーヌのアリアであったこのオンマイオンのメロディーを彼女が受け持つことになったんでしょうか。しかも先ほども言ったように、じゃあ完全に彼女のソロナンバーになるならまだしも、先にファンティーヌの死で結局使っちゃいますよね。これはやっぱりね、大きな流れでドラマを作ろうっていうことになったんだと思うんですよ。長らく前提が長くてお待たせしました。ここから具体的に楽曲の分析に入っていきます。夜の街を一人さまよい歩くエポニーヌがまずはレチタティーブを歌い出します。いわゆるナンバーに入る前の語りの部分ですね、を歌い出します。また私一人行くところもないわ、暖かいうちも私どこにもない。ここでまずさっき言ったなんでこのタイミングで歌い出されたかの一つ目の理由がここで一つ出てきます。暖かいうちも私どこにもないという歌詞ですね。先ほども言いましたね、直前にあるシーン、そうジャンバルジャンに会ったからです。エポニーヌはマリウスに頼まれてコゼットの家に行きました。そうすると父親のジャンバルジャンが出てきましたね。そのジャンバルジャンは見ず知らずの自分に、今夜の街は危険だから気をつけて帰りなさいと心配してくれるような温かい人間味のある人がコゼットの父親だったわけです。翻ってエポニーヌの今の家庭環境はどうでしょう。小さい頃宿屋の主人をテナリエ夫妻がやってた頃はマダムテナルディに、まあ、猫可愛がりされていたエポニーヌですが、ここまで劇中を見て分かる通り、まあ、お世辞にも今エポニーヌが暮らしている家庭環境というのはいいものとは言えません。母親であるマダムテナルディはエポニーヌが好きなマリウスのことを貧乏学生どこがいいのやらと、自分の好きな人のことをお母さんは認めてくれてませんね。そして何よりお父さんであるテナルディとはその一味である強盗団を裏切る、そしてマリウスとコゼットを助けるという決断をエポニーヌは一幕でしていますね。なのでここで言っているエポニーヌの歌詞っていうのは文字通り今エポニーヌには帰るべき家、家族というものがない状態になってるんですね。一幕でもエポニーヌは今の自分の身の上とコゼットを比べるようなことを歌っていますが、実はここでも同じように今の自分との境遇の差というものを考えた時にこのレチタティーブをエポニーヌは歌い出すんですね。でもそんな今この世界に居場所がないような自分でも大丈夫だ、それがあの人を思えば幸せになれるよという歌詞につながっていくわけです。そしていよいよソロナンバーが始まります。
一人でも二人だわ、いない人に抱かれて、一人朝まで歩く、道に迷えば見つけてくれるわ。雨の歩道は銀色、川も怪しく光る。闇は木に星明かり、見えるのはどこまでも二人だけ。というふうに、あの人を思えば幸せになれるという歌詞の通り、幸せな妄想の歌詞を歌います。まずこの冒頭の部分の妄想なんですけれども、ファンティーヌの詩の冒頭でファンティーヌは熱に浮かされながら今ここにはいないコゼットに向かって歌いますね。そしてエポニーヌも今ここにいないマリウスのことを歌います。ですので、まず一番簡単な共通点としてはこういうところがあるんですけど、もちろんこれだけの理由でこのリプライズは始まってないんですよ。それだとエポニーヌのソロナンバーとしては不完全ですから。続けますね。で、ここで、まあ一つ考えるポイントとなるのは、ここまでのエポニーヌの歌詞で言っていることっていうのは、多分僕が主にですね、100% 妄想なんですよ。もちろんそうじゃんって簡単に突っ込まれると思うんですけど、僕が言いたいのはですね、ファンティーヌの夢破れてあるじゃないですか。こう、ファンティーヌがかつての輝かしかった青春のことを思って歌いますよね。ファンティーヌには確かに若くて美しくて自分の本当に好きな人に愛されたっていう幸せな日々が確かにあったんですよ。なので美化されてるかもしれないけれども、元になった一部ある歌なんですよ。でも僕が思うに、このエポニーヌのオンマイオンっていうのは完全なゼロの創作なんですね。エポニーヌはマリウスに多分一度も抱きしめられたことがないと思いますし、夜中二人で川面を散策するみたいな素敵なデートみたいなことは多分したことないんですよ。完全に 100% 妄想だと僕は思うんですね。ここがやっぱりファンティーヌの夢破れてと大きく違った歌として表現しなきゃいけないところだなって思うんですよ。で、なんで 100% 妄想だと僕が思うかっていうと、ここに至るまでエポニーヌとマリウスって実は全然会話が噛み合ってないっていうシーンしか出てこないんですね。エポニーヌ自身もマリウスに対して分かってくれないとか分かってないのねっていう歌詞ばっかりで、実はなんだろうな、コゼットさえ出てこなければお似合いの通貨の中の二人だったのにねみたいな感じではないんですよね。よく少女漫画とかでありがちな幼馴染でもうずっと息ぴったりで、なんとなくこのまま二人大きくなったら結ばれるのかななんて思ってたら、転校生がの素敵な子がやってきて彼のこと取ってっちゃったみたいな話では多分ないんですよ。一貫してマリウスとエポニーヌっていうのは相性があまり良くない。エポニーヌが求めてること、彼にしてほしいこと、彼に言ってほしいことっていうのはマリウスは一貫してエポニーヌに与えてないっていう描写がされてるように思うんですね。なのでこのやっぱり前半の部分の歌詞っていうのは、一度もそんな経験をしたことはないんだけど、こんな風に幸せな妄想をしてればこんな夜でも大丈夫っていうことだと思うんですね。さて、次の展開が、曲が転調してエポニーヌの様子が変わってきます。こんな感じに変わってきます。知ってる夢見るだけ、話し相手は自分だよ。こんな風に転調して変わっていくんですね。で、この転調したことによって、まあ、彼女の気分が変わったっていうことを、まあ、解説してらっしゃる方は結構たくさんいるんですけれども、もちろんそうなんですけど、僕が注目したいのは結果ではなく原因ですね。つまり何かが変わったからここで転調が起こって彼女の歌が変わるんです。そのワンフレーズ前まで彼がいなくても彼がいるって思えば幸せになれるっていう歌詞をずっと歌ってきたじゃないですか。なんでここで急に我に返っちゃうんでしょうね。彼女の心境を一変させる出来事がこのフレーズの間に何があったんでしょうか。ワンフレーズ前とワンフレーズ後、時間軸にして1秒2秒ですけど、舞台上で何か変わったことがあったか。何もないですよね。なんで彼女は急にここでずっと妄想から覚めて現実的な視点を持っちゃうんでしょう。それは必ず理由があるんですね。そしてその理由こそがこのオンマイオウンには出てこないんですよ。ここでリプライズであるってことが生きてくるんですね。つまり答えはファンティーヌの死の中にあるんです。このリプライズ元であるファンティーヌの死では、この転調の時に何が起こるのか、こんなことが起こります。エポニーヌが知ってる夢見るだけ、話し相手は自分だよと歌
ったフレーズ、ファンティーヌの詩ではこんな歌詞が出てくるんですね。あ、ファンティーヌ時間がない、命かけて誓う。そう、ジャンバルジャンが入ってくるっていうフレーズなんですよ。ここでもう僕が何が言いたいか、勘のいい方だったら分かったかもしれません。そうなんですよ。なんでポニーヌがここで現実に帰ったかっていうと、マリウスが来なかったからです。エポニーヌはマリウスに来てほしかったんですよ。歌ってほしかったんです。このオンマイオンって曲は本来デュエットにならなきゃいけない曲なんですよ。さっきも言いましたね、もともとのオリジナルフレンチではレアフ・ドゥ・ラ・ミゼフ、リプライズはマリウスとエポニーヌのデュエットなんですよ。そしてこのオリジナルフレンチ版も知らなくても、ファンティーヌの詩を見てれば、ここでジャンバルジャンが入ってきたように、マリウスが本当は入ってくるフレーズなんですよ。このフレーズっていうのは、それを一人で歌わなきゃいけなくなったから、エポニーヌは我に返っちゃうんです。ここで、あ、エポニーヌここにいたのっていう風にマリウスに本当は入ってきてほしかったんですよ。このオンマイオンっていうタイトル、英語では自分一人っきりで何かするっていう、何かするなんですよ。つまりこのオンマイオンっていうタイトルの本当の裏の意味っていうのは、ソロナンバーじゃなくてデュエットをソロで歌わなきゃいけないです、私は一人ぼっちでこの曲を歌いますっていう、そういう意味があるんですね。これはもちろんメタ的な意味ですよ。別にだってエポニーヌはファンティーヌの死の場面に居合わせたわけじゃないですから、このメロディーの時にファンティーヌにはジャンバルジャンが来てくれたのに私の時には来てくれないっていう風に登場人物としての彼女が思ってるわけではないんですけれども、メタ的な音楽的な伏線の構造としてこういうことになってるっていう話なんですよ。そして先ほど、もともとのこのオンマイオンのメロディーは無常の歌としてレミゼラブルのメインテーマだったということを歌いましたね。もともとラミセフっていう風に無常のことを歌ってたこのメロディーなんですけれども、このウエストエンドバージョンになってこのメロディーが与えられた新しいテーマメッセージっていうのが、ファンティーヌの第一声に出てくるんですね。ファンティーヌがこのメロディーを最初に歌うとき、その歌詞はこうなっています。おいで明かりが消える、英語では Come to me、 エピローグでファンティーヌがバルジャンを迎えに行くときに歌うときにも同じ言葉が出てきます。Come with me、 日本語だと行きましょうってなってますけど、英語だとどちらも Come っていう、来てっていう言葉が出てくるんですね。生まれ変わったこのメロディーは Come っていう本質が与えられたんですよ。なので実はエポニーヌは一番最初から歌詞では言えない Come、 来てほしいっていう思いをこの曲の中で歌ってたんですよ。だから最初から一人でも平気じゃなかったんです、エポニーヌは。当たり前ですけど、一番マリウスに言いたかった、してほしかったことは、エポニーヌって子は歌えてないんですよ。もうこの辺ちょっといじらしくないですか。そして最初からずっと彼女がこのメロディーを歌った時から本質的に思っていたカム、来てほしいって、これが叶わなかったっていうことがはっきりしたのがあの転調なわけですよ。自分でこのメロディーを歌わなきゃいけない、彼が来て私と一緒にこの曲を歌ってくれることはないっていうことが確定したタイミングで、彼女は幸せな妄想の世界にも居場所がなくなっちゃうんです。そして曲が流れていき、一箇所だけファンティーヌの詩にはなかったメロディーを歌います。それが一生夢見るだけさっていう風に張り上げる、ここですね。ここだけがファンティーヌの詩のリプライズじゃないんですよ。エポニーヌだけが歌うメロディーなんですね。でファンティーヌの詩の部分では、ここだとあの子をお任せします、一つ前のメロディーと同じように下がるんですね。でもエポニーヌはここ張り上げるんですよ。この世を聞いた時に僕ね、ドラマがより深くなるのは、実は2週目のファンティーヌの死のこの場面がこのエポニーヌが張り上げることによってあーってなるんですよね、僕なんかは。つまりですね、ここで張り上げられるエポニーヌっていうのは、いろんなことをなんか諦めて悟っちゃってるようなエポニーヌでも、まだまだ若くて本当はそんなの嫌だって叫べるのがこのフレーズのエポニーヌの若さなんですよ。でもファンティーヌにはここで張り上げられるだけのもう生命力がないんですね。そしてあの子をお任せしますですよ。どれだけファンティーヌはこのフレーズを歌った時無念だったんだろうって僕思っちゃうんですよね。
もちろん今ジャンマルジャンという人が来てコゼットを救ってくれるという約束をしてくれました。ファンティーヌは確かにそのジャンバルジャンの言葉によって救われます。信頼できる人、信頼するしかない人が来てくれました。でもやっぱり本当の望みは何かって言ったら、絶対に自分が元気になってコゼットを迎えに行くことなんですよ。あんなに幼い子を残して行かなきゃいけない、でももうそれに抗える生命力がないっていう、なんかそこが読み取れちゃって、エポニーヌが張り上げることによってそこが張り上げられなかったファンティーヌっていう、こういう構造がライトモチーフを使うこと、逆に使わないことで構造が見えてくるんですね。そしてこのエポニーヌのオンマイオンのラストのフレーズ、愛してる愛してる愛してるでも一人さ、このくだりはファンティーヌの死では構想です。その直前にファンティーヌが息を引き取って、ファンティーヌはこのフレーズを歌うことはありませんでした。でもここまでの話の流れを聞いていただければわかると思うんですが、このでも一人さっていうのはもう言ってしまえばメタ的な、さっきの読み方で言えば一人で歌い切っちゃったよってことなんですよ。あなたと歌うはずだったデュエットを私は今一人で歌い切っちゃったよって、そしてその結果彼女が何をするかってことなんですよ。さっきも言いましたね、歌を歌うタイミングというのは直前か直後に理由があると。直前の理由に関してはさっきお伝えしましたね。もちろん直後にも理由があります。この曲は結局何の歌だったのかっていうことですね。この直後エポニーヌは砦に戻ってマリウスの腕の中で死ぬことになります。戻ってきたエポニーヌに対してマリウスはなぜ戻ってきたんだというふうに聞きますね。つまりこの発言からわかるのは、マリウスはエポニーヌが戻ってくるとは思ってなかったということです。当然です、マリウスは今日このバリケードで戦闘が起こるということを重々承知していましたから、エポニーヌがまさかここに戻ってくるなんて思ってなかったんです。それだけこの砦というのは危険な戦場になるからです。だからそもそもマリウスはエポニーヌを自分の手紙の使いとしてこの場から脱出させたんです。マリウスにとってあれはエポニーヌとの最後の別れのつもりでもあったわけです。オンマイオンの中でエポニーヌはあの人私をいらない、幸せの世界に縁などないと歌いますね。そして英語だと彼の人生は私なしでも続いていく、彼がこれから歩む幸せな世界なんて一度も私は見たことがないんだっていう風にエポニーヌが歌ってますから、つい勘違いしちゃうんですけども、マリウスがいるのはバリケードの中なわけですよ。まるでここでのエポニーヌはコゼットさえこの町に留まれば、マリウスとコゼットが無事に結ばれて、そしてそんな二人を私は時々遠くから見守ることになるんだなみたいなことを歌ってる歌詞に聞こえますけど、マリウスだって明日の朝までね死ぬ男なんですよ。結果としてマリウスはバルジャンに救われて生き残ったっていうだけで、マリウスの命だってあと数時間な状況なわけです。それぐらい危険なところにマリウスはいたんですね。そして戻ってきたエポニーヌ、マリウスにあなたの手紙を私はちゃんと届けましたっていうことを伝えますね。これなんですよ、オンマイオンを彼女が歌った目的というのは。つまり絶対に自分のことを幸せにしてくれない男のために、彼女は死の危険がある戦場に戻ることにしたっていう歌なんですよ。自分の都合のいい慰めをくれる妄想のマリウスの世界ではなく、絶対に自分のことを愛してくれない現実のマリウスの元に戻るために彼女は戦場を戻るということです。それはなぜか、彼に手紙を届けたと伝えた時の彼の喜びが見たいからですよ。もちろんマリウスが今日死ぬかもしれない、それならせめてそばにいたい、その気持ちも十分にあったと思います。ですが歌の中ではっきりと語られるのは、私はちゃんとあなたの手紙を彼女に渡るように父親に手渡せましたよっていう報告なんですよ。自分にお使いを頼んだマリウスの喜ぶ顔が見たい、そのために彼女は戻るんです。一幕と同じですね。自分の恋の進展だけ考えるんだったら、マリウスにコゼットの居場所を探ってくれって頼まれたって適当に探したけど見つからなかったわって言えばいいんですよ。なんでわざわざ恋敵のコゼットの場所まで案内してあげて自分が目の前に失恋するのを見るんですか。それはコゼットを見つけたっていうふうに彼に伝えた時の彼の笑顔、彼の幸せ喜びが見たいからですよ。
いや、意地らしくて泣けてきますよね、エポニーヌ。そしてエポニーヌは僕が先ほど 100% 妄想だろうと言った言葉通りにマリスの腕に抱かれて亡くなるわけですね。そしてこの曲のドラマというのはここでは終わりません。最後エピローグにもう一度このメロディーが出てきますね。ここのリプライズっていうのは比較的皆さん納得がしやすいんじゃないかなと思うんですけれども、ファンティーヌの死とジャンバルシャの死を対応させている、すごくわかりやすいですね。そしてオリジナルフレンチ版ではなかったですけれども、この今僕らが知っているウエストエンド版ではファンティーヌがジャンバルシャの魂を迎えに来ますね。かつてジャンバルシャンがやってきてファンティーヌの魂を救ったように、今度はファンティーヌが迎えに来てくれてジャンバルシャンを救ってくれる、こういう逆転構造になってるんだっていう意味ではとても納得がしやすいと思うんです。ただなぜ最後エポニーヌが迎えに来るのかっていうことに関しては、これは結構多くの人が疑問に思ったことあるんじゃないかなって思うんですよ。ジャンバルシャンの人生ってことを考えた時に、まずエポニーヌってそんなに関わりないよねっていう、それこそ映画版であったように神父様とファンティーヌが迎えに来てくれるとかの方がよっぽどジャンバルシャンの人生最後の魂の臨終ってことを考えた時に自然な気がしますよね。ヨシンバ、ここは作曲者たちがジャンバルシャンとファンティーヌともう一人女性の声が欲しいんだと思ったとしましょう。デュエットじゃなくて三重唱にしたい、しかも女性二人がいいんだって思った時に、これコゼットがその場にいるんですよね。なんでコゼットに歌わせなかったんでしょうか。今エポニーヌが歌ってるパートをコゼットが歌ってくれれば、迎えに来た母ファンティーヌ、旅立つ父バルジャン、見送る娘コゼットっていう家族の物語としてものすごい美しい音楽的なピースがカチッとはまる気がしません？でも来るのエポニーヌなんですよ。まあもちろん、ここには新郎新婦であるマリウスとコゼットがいますから、まあ何ですか、神父親族代表ファンティーヌ、新郎友人代表エポニーヌとして、まあ、2人を見に来たみたいな、まあ、そういう考察もあるかもしれないんですけれども、僕はこれやっぱもうちょっと違う流れだと思うんですね。そもそもですよ、もう一度戻りますけど、元ネタであるオリジナルフレンチ版ではエポニーヌはオンマイオン、リプライズの無情のアリアをマリウスと2人で歌ってました。あのメロディーっていうのはエポニーヌも歌ってましたけれども、ウエストエンドで再構成するときにこういう並びになるんだったら、このメロディーってエポニーヌじゃなくてコゼットにあげた方がお母さんと娘の描写としても収まりがいいし、さっきも言ったようにここでそういう家族的なモチーフとしてのピースのはめ方っていうのができるんですよ。でもコゼットには歌わせないでエポニーヌにあげてるんですよね。なんでオンマイオンのリプライズでやる最後ここにもエポニーヌが来るわけですけど、なぜエポニーヌなのか、そしてなぜ最後民衆の歌の合唱がつくことになったのか、これ僕が主に全部関係してるんですよ。それはウエストエンド版にグレードアップするときにどういうテーマ性を拾うことに決めたのかっていう、さっき言った大きな流れでドラマを作ることにしたっていう話ですね。これが最後の伏線回収になるんですけれども、コゼットが歌ったら一つ収まりがいいのにっていう話をしてきましたけど、コゼットは実はワンフレーズだけ原稿でもファンティーヌの詩オンマイオンこのメロディーを歌ってます。それが生きてパパ生きるの別れは早すぎるわ、このくだりですね。このくだりはファンティーヌの詩で言えば、あファンティーヌ時間がない、命かけて誓うと、かつてバルジャンがファンティーヌの元に現れた時のメロディーでコゼットは歌います。そしてこのメロディーを歌う人はどういう人なのかっていうのをファンティーヌが実は歌ってるんです。それが神が使わした人というふうにバルジャンのことをファンティーヌは歌ってるくだりがあります。生きてパパ生きるの、このメロディーを歌う人は神が使わした人なんですよ。その神が使わしたコゼットが生きてパパ生きるの、別れはまだ早すぎるって歌ってくれたんですよ。あなたにまだ生きていてほしいんだっていう、こんなにシンプルで力強い人生の肯定の言葉ってありますか。ここでコゼットがこう言ってくれることによってバルジャンの人生は全肯定されて、かつてバルジャンが同じメロディーで歌って入ってきた時にファンティーヌの魂を救ったようにコゼットがバルジャンの魂を救うわけですね。ここで家族の三角形のピースっていうのをちゃんと埋めてるわけですよ。
逆に言えば話戻りますけど、エポニーヌはそこのメロディーをマリウスが歌ってくれなかったっていうことが、ああやっぱりエポニーヌとマリウスっていうのは神様が決めた運命じゃなかったんだっていうのが見てる人には伝わるっていう仕掛けになってるわけですね。そしてさっきも言ったようにエポニーヌはオンマヨーンを一人ぼっちで歌わなきゃいけなかったですね。この曲は誰かと一緒に歌わなきゃこの曲って完成しないんですよ。やっとエポニーヌがこのメロディーを誰かと歌えるわけです。一人っきりでエポニーヌを歌わせたまま終わらすわけにはいかないよねっていう伏線回収がまず入ります。そしてその伏線がどういう意味を持つのかっていうことなんですよ。よくよく思い出し返してみてください。今このエピローグの場で生きてる人間はバルジャン、マリウス、コゼットの3人です。この3人はどういうグループなのか。これは血のつながってない家族っていうことです。バルジャンとコゼットは父と娘ですが血はつながっていません。そしてマリウスとコゼットは当然夫婦、もともとは他人、血がつながってないですね。そしてコゼットの夫になったということはジャン・バルジャンにとってマリウスは息子です。当然ながら血のつながりはないですね。血のつながってないけれども家族っていう3人組がここに実は集ってるんですよ。そして迎えに来るファンティーヌ、ファンティーヌはコゼットの母ではありますがジャン・バルジャンの妻ではありません。でもバルジャンの魂を最後迎えに来てくれるわけです。そしてここに入ってくるエポニーヌ、これは端的に言えばエポニーヌももう家族だっていうことなんですよ。それはエポニーヌが死んで天国に行って神の国に行った人たちっていうのは、それはまあ今家族っていう言葉で形容しましたけど、もう一つの大きな共同体の中にちゃんともうエポニーヌが属してますよってことなんです。だからバルジャンと関係がぶつかろうが迎えに来ていいんです。だって同じ側の大きな家族だから。また私一人行くところもないわ、暖かいうちも私どこにもないって言ってた少女が天の国に行くことによってそこで大きな家族の一員になってるっていうことなんですよ。その流れがこの後の民衆の歌につながるわけですね。そこで出てくる歌詞は、彼ら主の国で自由に生きる、すきやくわを取り剣を捨てる、なんですよ。鎖は切れて皆救われる。この歌詞も続きますね。主人と奴隷っていう身分差っていうものがあるわけです。その身分差がなくなるよ。そして剣を捨てる、敵を倒すための剣なんか必要ないんだ。すきやくわを取る、これは農具ですね。つまり家族を、共同体を豊かにするための農具を彼らは手にしてるっていうことなんです。レミゼラブルにおける主の国っていうのはそういう場所だっていうふうに描写されてるんですね。その一員からエポニーヌは来たんです。そして何度かお話しましたが、もともとこのオンマイオンのメロディーラミゼラフというのがこのオリジナルフレンチ版でのメインテーマでした。ところがこのウエストエンドでは民衆の歌でこのミュージカルは終わりますね。最後ここを民衆の歌で終わってくれることによって、この物語はジャン・バルジャンという男の人生の物語ではなく、レ・ミゼラブル、哀れなる人々という群像劇の物語だったということが最後にもう一度提示されて終わるんですね。もちろんオリジナルフレンチ版もレ・ミゼラブルというタイトルで上演されたコンセプトアルバムですけれども、今一度この話を群像劇に引き戻す、本当に映したい主題っていうのはプリンシパルがソロナンバーとして歌ったオンマイオーンのメロディーではなく、全員が歌うアンサンブルの民衆の歌こそがこのレミゼラブルのメインテーマだと示し直しているわけですね。と、まあここまで、今日はオンマイオーンを題材にしてレミゼラブルの音楽について、語ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。もうこの作品他にもこういうことを言い出したらキリがないものが本当にたくさんありますし、あとはそのフランスオリジナル版なんですけど、僕はCD は聞いたことがあるんですけれども、結局舞台っていう動いてるものってのは見たことがないので、それをもしどこかで見る機会があったら、また新しい情報が自分の中で整理されたら、今日の話もまた違った考えに変わるかとも今後あるかと思います。まあとりあえず僕が持ってる知識の中でレミゼラブルの音楽を読み解くと、こんなドラマが見えてきたよというお話でございました。最後になりますが、大変長い動画となりましたが、最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは今日の話が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価もどうかよろしくお願いします。それではありがとうございました。